松浦隆信。松浦隆信は、非全国の戦国大名。佐賀源氏一流松浦氏二十五代当主。松浦氏の分家の一つである、平戸松浦氏の生まれで、松浦党には、総領はおらず、上松浦党の旗氏と、死も、松浦党の松浦氏、平戸松浦氏及び、佐世保の相上浦松浦氏が争ってきた。父の更新の代に大内氏との強い結びつきにより、 平戸松浦氏の優位が固まりつつあったが、天文十年、1541年8月13日に、後進は突然病で死去した。この時、玄三郎はまだ13歳の玄福前で実務に当たることができなかった。しばらくは、家中の混乱もあったが、小手、田安正や畑生、畑武氏などに支えられ、天文十二年、1543年になって、 ようやく家徳を継いだ。大内義隆から返帰を受けて隆信と名乗り、秘善神に任じられた。隆信は、不文寺の善十郎、はじめ禅寺に指示し、新東流の志田信貞や藤原総北に標法を、伊勢定順に礼法を学んだ。横笛の名手で、鷹狩りを好んだ。平戸には、明の商人や、中国商人を庇護する、中国人の海賊。 高期和光が多く住んでいたが、勝尾山に邸宅を構えた海賊王に五宝を称した王忠氏がおり、伝承ではこの人物がポルトガル船を水先案内して初めて平戸に来航させたと言われる。高信はこれを主君筋にあたる大友義重に報告して、五氏の許可を得てポルトガル貿易、南蛮貿易が開始された。さらに天文19年。 1550年、イエズス会宣教師、フランシスコ・ザビエルが布教を断られた鹿児島から、平戸にやってきた。高信は宣教師の同地での布教活動を許したので、1553年から1561年までの間、ポルトガル船は毎年来航するようになり、平戸は中心交易地として栄えた。高信は鉄砲や大砲などの武器を率先して購入した。 しかし宣教師を交流したが、高信、イコール熱心な、総統州州都自身は、キリスト教には馴染まず、信者の拡大は地域に圧力を生んだ。a 六万年、1558年、高信は宣教師、ガスパルビレラに、平戸から退去を命じ、これに乗じた、仏教徒が教会を焼き討ちする事件が起こった。さらに a 6四年には、 小取引の揉め事で、ポルトガル人が殺傷される事件、宮の前事件もあり、ポルトガル船は、大村住忠の支配する横瀬浦に移ってしまった。しかし横瀬浦でも焼き討ちがあったため、A67 年、1564年に、高信が交て、ポルトガル船の再入港を促し、教会も再建されたが、翌年には、ルイス・フロイスらの終戦で、 自らキリシタン大名となった大村墨忠の領土の福田浦にポルトガル船は去ってしまい、長崎港が本格開港されるに及んで、平戸のポルトが貿易は終焉した。一方で、貿易による巨万の富を築き上げた高信は、領内でも鉄砲の製造を命じ、火薬の備蓄や鉄砲足軽の訓練に勤しんで、軍備を拡大した。その力を背景にして、 衰退傾向にあった和光の拠点三箇所の制圧し、北松浦半島を制圧した。高信は、有馬氏や龍蔵寺氏などの近隣の大名とことを構え、たびたび合戦をしながら、久市や畑市の一部を攻撃し、婚姻や血族を養子として入れることでを、松浦島の一族をまとめようとしていた。年、1563年、後藤高明は、 竜造寺隆信の脅しに屈したため、竹尾後藤氏の養子に送った、次男、後藤惚れ明は、竜造寺隆信の子の後藤家信により後藤家を追われたが、松浦隆信は、飯盛城を攻めて、長年対立してきた、相上浦松浦家の松浦地下市、送金を、ついに屈服させた。和議の結果、相上浦松浦家に、すでに養子として入っていた、有馬春淳のこの松浦姓を、 武け、ありたしを追いやり、新たに、平戸松浦家より高信のこの苦労を養子として、親、養父と同盟、松浦丹後守る苦労を親とし、送金を隠居させたことにより、相上浦松浦家の平戸松浦家への従属を、確かなものとした。A61 年、1568年、着難の重信に家督を譲って隠居したが、実権はなおも握り続けたと言われる。元年。 1571年、息を支配下に置いた。天正九年、1581、自家国上主の死者純正の弟、死者純威、純元とも、祖父と同盟に娘を嫁がせ、純正の子純量を攻め滅ぼして、死者氏を三家に収めた。大友家の隊長により、竜蔵寺隆信の勢いは非善のみならず北九州を、接見するほどであったが、天正十二年、 1584年に、高信が、薩摩島津氏の支援を受けた有馬氏に敗れ戦死したため、沖田縄手の戦い、松浦家も独立を保つことができた。天正15年、1587年には、豊臣秀吉の九州平定に参陣して、所領安堵を許された。高信は、中国の文物、名器を所有していたので、翌年、初めて京に登った際には秀吉に、 茶園を所謀されて、千里宮と三人で、それぞれの茶家を披露した。文禄、慶長の役には当主たる息子が出征して高信は、出陣しなかったが、文禄二年、1594年、生き家後藤列島と朝鮮官の兵糧前の輸送の、監督を秀吉に依頼され、これを果たしたので、称された。慶長元年、1597年。 長戸国大ネーに創やす総玉ように、道号をつけてもらい、陰山と合す。慶長四年、平戸勝夫さんの辞邸で没した。去年七十に、追称して、孫昌院。高信は、弱小勢力に過ぎなかった、平戸松浦氏を、戦国大名へと躍進させて、近世への存続の道を切り抜けさせた名君であり、松浦氏の基礎を築き、息子重信によって、 その繁栄はより確かなものとなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。